現在東日本ではかなり活発な雨雲が強い雨を降らせていますね。そうですね、特に今伊豆半島付近でこちらの方でかなり活発化しているような状況なんですが、はい、この後強い雨のエリア少しずつ東に移ってくる関東エリアの方で、もう少し広範囲でですね、雷を伴って激しく降る状況になるかなと、そんな状況になってますね。はい、はい、それではまず現在の状況を見ていきましょう。こちら19時30分です。午後7時30分までの1時間皆さんからいただいている天気のリポートなんですけども、伊豆半島周辺ですけど、まあ、ほとんどが黄色のマークなので豪という激しい雨のリポートが届いているんですけれども、はい、ところどころそこに、まあ、含まれているんですが、あられのリポートもしくは氷のリポートが届いているといった状況になっています。はい、まあ、レーダーの方を重ねてみると活発な雨雲の方が現在伊豆半島から箱根付近にかかっているんですが、徐々に東の方に移動してきます。その要因となっているのは南から入ってきている湿った空気の流れなんですけども、この箱根の山を越えた瞬間に関東エリアの方に一気に流れ込んでくるといった状況となりますから、関東周辺すで、はい、にもう強く降っているところもあるんですけども、さらに大気の状態が不安定となって、強く雨の方が降りやすい状況になってくるかなといった流れとなりそうです。はい、で実際に現在の発雷の状況を見ていくとですね、やはりこの周辺ではかなり、まあ、雷の方が頻発しているような状況になっています。はい、ですのでこの状況がこの後関東エリアの方に入ってくるという形となりますから、まあ、この先そうですね、午後9時もしくは10時頃までは要注意といった状況になりそうですね。はい、この後も最新の気象情報ご確認ください。